歩くのは辛いけどね頑張ってみる 久しぶりの外の空気おいしいよいしょよいしょちょっと休もうねでも楽しいことって何だろう何をしたら 一番楽しめるかな結局これかな変なジュースうーん変わり映えしないけどいいよね今までもそうだったしやっぱり私はこれを一人で飲んで楽しむのいいよね 今日は一人で頑張るって決めた記念日。だから、特別変なののもっと。うーん、どれにしよう。これはよく飲んでるし、こっちは普通の味だったし。あ、新発売にっけ。これはラベルからして怖い。 すごい色してるしでも飲むのえいあれあれ一人で漫才しとらんでとっとと買いやあお母さん ただいまや。う、うん。お帰りなさい。それでよかったんかう、うん。なんやそれ。けったなジュースやな。うちも買うわ。一緒に飲もう。うん。なあ、ミスズ。 どれがうまいんやごっつう不気味な品ぞろいやであえっとねその端っこのとかおいしかったこれかどろり濃厚とか書いてあるでうんそれまあええわ喉乾いてるから何でもうまいやろ どううん何もそうか喉渇いててもまずい飲み物ってあるんやななんかすごい発見した気分やわ なあ、ミスズ。いつもここで一人で飲んでたんかうん。そうか。一人にしてごめんやで。うん。これからは一緒や。どこにも行かへんからな。うん。なんか変わったことあったか うん。いろんなことありすぎて、すごく大変だった。そうか。ごめんやで。うん。一人ぼっちになっちゃって、もうダメだと思って。でも、頑張ろうと思って。 ここまで一人で来て、一人でジュース飲もうと思ったの。ほんま堪忍やで。うん。うちも大変やったんや。ミスズのために頑張ってきてたんや。ミスズをずっと神尾の家に置いとけるようにな。え あんたはうちの子やあらへん。うん。そうだね。いつか立花の家に連れて行かれる。せやから、一緒に住んどってもあんたにかまったることができんかった。あんたのこと好きになってしもたら、別れるんが辛いやろ毎日もうすぐ迎えに来るんちゃうかって思っとった。 いつ迎えに来ても引き渡せるように気持ち落ち着けとった。でもな、結局意味なかったわ。うち、あんたのこと好きや。ずっと一緒に暮らしたい思ってしもたんや。そうなったら毎日が不安やった。向こうはいつあんたをかっさらってゆくかわからへん。 あんたの誕生日また祝えへんのかって。それがあんまりに悔しくって悲しくって。それで決心したんや。あんたをうちの子にする。そう決めたらいても立ってもいられんようになって、こっちから話しつけに行ったったんや。大丈夫や。手は出してへん。 代わりに立花の家の前で10日も土下座し続けたったわ。嫌がらせみたいなもんやろうちを家に入れんとことしたからな。それでようやく家の中通してもらったわ。法的には、うちにはどうしようもあらへん。あんたをうちの子供にしたい言うても、向こうが拒否すればそれでしまんや。 あんたは連れれてかれる。うちには情に訴えるしか方法がなかったんやもう少しでぶっ倒れるとこやったででも頑張れたみすずの笑顔ずっと思ってたからなそれ失うこと思ったら何でも平気やったわだからもうずっと一緒や もう何も心配せんでええ。ずっと一人にして、ごめんやで。おまかんにんやで。かんにんや、ミスズ。これからは、うちと一緒に遊ぼな。友達なんかおらんでもええやん。うちが遊んだる、ジュース毎日飲もな。 うちはまともなジュースがええけどな。お母さん。なんやどうして帰ってきちゃったの私、もう誰にも迷惑かけないで生きるって決めたのに。アホやな。なんでそないのこと決めんねん。 ずっと一人にしてきたからかそれやったら、うちはどれだけ謝っても許してもらわれんかもしれん。けど、うちはあんたと行きたい。あかんかうち、わがまま言うとるだけかあんたはもう、うちとなんか暮らしたないかなあ、ミスズ。 どないなあ私はどないしたミスズあんたまだ具合悪かったんか大丈夫 嘘いいやん 足、動かんのんかうん。なんでやん。医者に行こう。きっと治るで。それはダメ。なんでやん。さっき話した通り、これはきっと病気じゃないから。 ユキトさんと頑張ったことが無駄になるからけどな一度だけ見てもらおうほら診療所の女先生ならきっと相談に乗ってくれるで注射もせえへんうちが話つけたるから一度見てもらおう見てもらったよ私が学校で倒れた時にせやな あの時も何もわからなかったし、ずっと見てもらってもわからなかった。子供の時からずっと同じ。その訳をユキトさんと一緒に見つけたの。今ももう一人の私がこの空にいて、一人で何かを背負い続けてるから、そのせいなの。 だから、体が動かなくなったのも病気じゃない。何か理由があるから。もう一人の私に、そうなる理由があったから。だから、私はそれを確かめるの。そのために、頑張っていくの。それは、ここでないと、この家でないとあかんのんか うん入院なんてしちゃったらダメだと思うからなんでやんうちつきっきりでそばにいたるでだって入院したら私は本当に病人になっちゃうそうなったらダメになると思う私せっかく見つけた理由が自分で信じられなくなると思う だから私は、普通に生きていくの。今まで通りに、ここで暮らしていくの。ようわからん。ようわからんけどな。うちもあんたの頑張ろうとしてること応援したいわ。ほなわかった。うちがあんたをよう見たる。それで元気にしたる。 ミスズは自分のこと頑張ってたらええ。うちはミスズを元気にすること頑張るから。そうやって二人で頑張っていったら、きっと何もかもうまくいくわ。そう思うやろミスズはこれからずっとうちと一緒に頑張るんや。頼りにしてええで。嬉しい私。 私を、家族にしようとしてくれたってだけで、それだけで嬉しい。涙出るぐらい嬉しい。はは、かんでもええやん。それだけで十分。十分だよ、もう。だからね。だから、 今まで通り、お互い構わずに暮らしていこう。何やって二人、別々に生きていこう。私は一人で頑張る。なんでやあんたおかしなこと言うてるで。なんで頑張らなあかんのに一人なんや 一人より二人や。二人で頑張っていこう。私、お母さんと一緒にいたい。でも、一緒にいて大切な人になっちゃったら、今度は、お母さんを。ええよ。いや。 私のせいで、お母さん苦しめたくない。うちはどうなってもええ。あんたと家族でいられたら、それでええんや。嫌だ。お母さんまでなくしちゃうの、嫌だ。もしな、うちが苦しむようなことになったら、うちは嬉しいで。そん時うちは、 あんたの一番近くにおる人になれたいうことやろそうなってみたいわせやから一緒に頑張ろうなっ一緒に頑張らせてやダメだよお母さんは もう私になんて構ったらダメ。お母さんは自分のこと頑張るの。私も、自分のこと、頑張るから。 ねえゆきとさん今度はどうしたらいいと思う私一人で頑張ろうって決めたのにどうしたらいいと思う私はお母さんと一緒にいたいよでも。 そうしたら、今度はお母さんまでなくしちゃうのかなって。本当は、もう一人でジュース飲みたくないよ。お母さんと一緒に二人で飲みたいよ。トランプも、もう一人でしたくないよ。お母さんと一緒にしたいよ。 ずっと小さい時からそうしたかったように、二人で行きたいよ。でも、ダメだよね。我慢して、お母さんのこと、好きにならないようにしないと、ダメだよね。でも、あんなふうに言われたら、私ダメだよ。 一緒行ったよみすずちゃんご飯やで、ね、髪よけ特製の雑炊やこう見えてもうち料理うまいやで、ね、でも久しぶりやったから勘がくるとるわ 素手で土鍋の蓋取ってしもたあっちっちいやでも味の方はいけてると思うで野菜もたっぷりうちの愛情もたっぷり入ってるで暑いからな、ね、気つけて食べや。 おいしいやろおいしくないそっか堪忍んんな今度は上手に作るからないらない お母さんのご飯、いつもおいしくないだからもう作ってくれなくていいよなんでやおいしくなくても子供は親のご飯を食べて育つもんやで私、自分で作って食べるから一人で作って一人で食べるのずっと。 そして来たからこれからもそうするの泣いてるやないかほら涙拭き 泣いてたらごはんおいしくないやろちゃうかうちのごはんがまずいから泣いてるんかアハハんな <laughs> 本当はおいしいのおいしいのにおいしくないって言わなくちゃいけないの私 お母さんのこと大好きだから嫌いにならなくちゃいけないのおかしなこと言う子やな大好きなものは大好きでええやんうちうれしいで頑張ってきたかいあるわな二人で頑張っていこうどんな親でもな 自分の命より娘の命の方が大事なんや。あんたがうちを必要としてくれるんやったら、それ以上のことなんてあらへん。あんたに嫌われたら、うち死んでるんと一緒や。な、ミスズ。うちを生かしてや。それが短いもんでも構わん。うちの力で、あんたを幸せにさせてや。 それで、うちの人生は輝いとったと思わせてやなっほらサメうちに食べよおいしい <laughs> なんやみすずちゃんは泣き虫やなお母さんなんやうわああ、<laughs> ごめんね私一緒にいたいお母さんと二人で生きていきたい アホやななんで謝んねんそれが親子やんかでも苦しくなったら言ってうちは苦しくなんてならへん無神経でゴーツく張りやからなせやからあんたが何でこんな目に遭るのか2人で突き止めよそうしたら2人元気でいられる ずっと一緒に暮らしていけるで <laughs> ほらもう泣きやみそれでうちのご飯食べてえやんうん食べるお母さんのおいしいご飯食べる せやけど、なんであいつおらんなってしもたやろな。うちがきついこと言いすぎたかな。でも、あれは勝負なんや。うん、知ってる。きっと、ゆきとさんも知ってたよ。それやったらええけどな。 なんか家族増えたみたいで楽しかったのになぁ。うん。子供が二人。痛い。アホあれが子供やったらうち何歳やおばあさん。誰がやお母さんが。 ふっあおアホまたイソうも帰ってくるやろあいつのことや他に泊まるところなかったって感じでなその時はうちらの仲の良さ見せつけたるな 待て、今日はうちが手伝ったるさかい風呂入ってさっぱりしよパジャマも長いこと歩てへんやろミスズくさい女の子になっとるんとちゃうかうーんそうかも髪の毛もずいぶん伸びよったなそうだね うちが切ったろか切れるのバカにしたらあかんで。これでも手先は器用な方や。じゃあ、切ってほしい。よし。ほな用意するわ。そら 私嬉しいよお母さん髪切ってくれるってテーブルクロスぐらいしかあらへんかったわこれ巻いて髪の毛が服につかようにせんとな ししくしてるんやでうんでもあんたじっとしてる苦手やからなテレビでもつけとこうかううん、うん、この時間面白いのやってないしじっとしてられるかあちょっと待ってね いきなりこれや。なんや、なんか取ってきてほしいんか恐竜のぬいぐるみ取ってくる。ええよ、うち取ってくるから座っとき。どんなんでもええんかうん。お母さんが好きなの持ってきて。そんなんあらへんけどなあ。 こんなんでえか。うん。私もそれ大好き。なんかあんたに似てたからそれにしたんやけどな。それで、これどないするん膝の上置いてほしい。そっか。ミスズちゃんはぬいぐるみ眺めてたら退屈せえへんねんな。うん。 見てるだけで、いろいろなお話が浮かぶから。あんた、ほんと子供やな。どれぐらい切ったらえ。お母さんに任せるよ。そうか。ほな、美鈴が一番可愛らしく見える長さに切ろうな。うん。 うちなあ美容師もええなあって思っててうんサックサックって女の子の髪切るね切り終わったら女の子は綺麗になってんね魔法みたいやろそうだねおしゃれのセンスはあると思うねけどな 致命的な欠点があるね何接客でけへんうち気が短いからなあいけす観客とか来たら全員ゴブ狩りにしてしまうね大概はイけてるけど時々ゴブ狩りにされるねそんな美容室通うかそんなところいや せやろなそれに物ゴッつ機嫌が悪い時は殿様ヘアになるね鏡見て殿様になってたら驚くねせやろせやから美容師にはならんかったんやあくせく走り回ってる方があっとるねでも今日だけはトップヘアアーティスト神尾春子がお送りするで 毎日でもいいよ。時々殿様やねやっぱり今日だけ。冗談や。そんなことせえへんよ。大切に着るで。毎日でもな。女の子は神が命や。丁寧に丁寧にや。うーん。喉乾いた。 呆れた子やな。なんで切り始める前に飲んどかへんかったんや。これ巻いてると熱いんだよ。そう、熱いんだ。熱いー。動いたらか手元来るやん。扇風機とコーラ、しのばすな。扇風機つけたら切った髪が吹き飛ぶやろ。 うーん。暑くてクラクラ。頭揺らしたらあかん。頼むからおとなしくしとってんや。ほら、何のためにぬいぐるみ持ってきたんや。あ、そっか。恐竜さんいたんだ。いろんなことが思い浮かぶんやろうん。恐竜には、ロマンがあるから。 すごく昔のすごく長いお話そしてちょっとだけ悲しいお話今はもうどこにもいない生き物たちの寝てしもった。 その方が動かんでえけどな。サクサクーっとん。うわっえらい切ってもた。このハサミ、お母さんもびっくりプロの切れ味や。調理バサミやけどな。うーん。これに合わせなしゃあないな。 やば今度は反対側が短くなってしもたこれで左右の釣り塀は取れたんちゃうかなちゅうか全体がごっつ短くなってしもとるやんんあ終わった 終わったで。っていうか、終わってしまったと言うべきか。鏡見せて。か、鏡かせやな、あとで見せたるわ。あとって、いつ半年後。わ、どうして今すぐ見たい。じゃない。わかったわ。 でも、うち恨みなや切れ味の良すぎてハサミを恨みやうんあっすごく短くなってる <laughs> ごめんやででもいいかもしんないそうかそやな、えらい幼く見えるけど 新してええかもしれへんななんか小さな子供に戻った気分お母さんの子供せやなここからやり直そう2人でやり直そうなまた今日から頑張る私 ここからスタートだねブイッニあのねずっとね夢見てたの悲しい夢それはずっと続いてるの夢なんやろ そんなん忘れたらええやん。忘れられないの。だって、それは私の記憶だから。夢が記憶夢と記憶は別やで。そうだけど、そうじゃないの。私は今、ここにいるけど、もう一人の私は、ずっと空にいるの。 その子の記憶を私は夢に見てるみすずちゃんは想像力が豊かやなうん本んだよ全部本当のことそれでねその記憶を思い出してゆくと私は調子が悪くなってゆくのそれはきっとその子が 悲ししいい思いをしたせい絶対に忘れられないぐらいつらい思いをしたせいなのそんなん忘れるようにしたらええやんうちが楽しいこといっぱい考えていっぱいさせたるそしたら美鈴は現実だけ見て暮らしていけるそんなおかしな夢なんて忘れて生きていける なそれで安心やろそんなんじゃダメ何があかんのやちゃんとその夢と向かい合ってあげないとじゃないと結局繰り返しになってしまうから何や繰り返しってえっとね 夢の中の私は一人じゃないの。何人も何人も悲しみを受け継いでしまっている。じゃないと私は、私たちはこんな繰り返しの中にいない。こんな悲しみ続かない。だから、うまく言えないけど、私が終わらせるの、その悲しみを。 どうしたらいいのか、まだわからないけどね。でもきっと、その夢を見続けたらわかるはず。私が何を背負って、今もこの空にいるのか。それは、誰もできなかったこと。今まで私だった人たちが、誰もできなかったこと。だからね、私がやらないと。 もう不幸なのは私で終わり。次からは幸せになれるように私頑張るの。いや、自分でもよくわからないんだけどね。なあ、ミスズ、一つだけ聞かせてや。うん、いいよ。 あんたはどんな夢を見とるんあんあたをこないにしてしまうぐらい悲しい夢ってどんなもんなえっとねそれは秘密うちには言えんってことな そっか、よしわかった大丈夫やあんたはどんな夢見ても気にすることないあんたはうちが幸せにしたるなんも心配せんであんたがしたいこと思いっきりしたらええうん あのね、お母さんなんやお腹空すいちゃったまだ夕飯には早いででもグーグーいってるそっかよしほなうちがおやつ作ってきてるどんなが食べたいうーんとね 卵がいっぱいあまってたと思うからパンケーキよっしゃパンケーキやな作り方わかるなめたらあかんでパンケーキぐらい足でも作れるわすごいねでもやめてねお母さんだったらほんとにやりそうだからだいじょうぶや みすずに食わせるもんそんな粗末に作らへんほなまっとりやサクサクーっと作ってくるからなユキトさん私はまだ 夢を見てるよ、いろんなことわかってきた昔の私たちがどれだけ悲しい思いをしてきたか今はそれを見てる夢はどんどん昔にさかのぼってるだからもうすぐわかるよね 空の私が背負ってるもの。そうすればきっとその子を助けてあげられる。私、頑張るからね。お母さんと一緒に。できたでー。はい。おいしそう。せやろ おいしいでもどうしてビスケットになってるのかなアハハ膨らまかったんやそのままオーブンで焼き続けたらビスケットになってもたうち <laughs> もびっくりやうんそれはびっくりだね 何がたらへんかったんかなようわからんわでもおいしいからいいよそうかそらよかったわそらも食べる ニャハハお尻フリフリして食べてるかわいい。 あのね、お母さん。なんやそこにいて。いるで。うん。じっとしてて。じっとしてるで。うん。そのまま。そのままやで。 お母さん、シワ多くなってきたね。痛い。んなこと言うためにじっと見とったんかい。にゃあ、冗談。お母さん、若いよ。フォローにしか聞こえんわ。 そんなことないよ、ほんと。授業参観の時とか、みんなのお母さん、おばさんだったから、私一人嬉しかった。でもあんた、あんとき答え間違えて泣きべそ書いてたやんか。うーん、かっこいいとこ見せないとって思って。そしたら、普段私ってあげたことないから、 先生もびっくりして当てたんだと思う自爆やなあれやったら答え方がマシやったわどうしてそんなこと言うかな私頑張ったのに <laughs> 嘘や嘘分かっとったですず頑張ってくれてたでもあのあとみんなの前で殴りに来た それはあんたがあの口癖言うからや。しつけやからしゃあない。うん。おかげでミスズはこんなに立派に育ちました。せやな。結構成長したな。うちに来てから。治らんのはあの口癖だけやな。でも、さっき殴った時言わんかったな。いつも言うのに。また成長したの。 せやな。いつまでも子供でいられへんもんなうんそうやね別に可愛いからええけどなお母さんうんお母さんは結婚しないのなんやヤブカラぼうに。 お母さんみたいなのを「生き遅れ」って言うんじゃないの痛いまだまだこれからやうーんそうしたらそういう気はあるんだねもちろんや ほんまはずっとなかったけどなそうなのなかったけど最近そういうのも縁ちゃうか思えてきたわでもまだあんただけでいいけどな家族増やすんはもっと先や家族増えたらもっと楽しくなると思うなるやろけどな 今はあんただけで、うちは十分や。十分楽しいで。そうなんだ。そうやで。じゃあ、そろそろ寝るね。ああ、そうし。最後にお母さん、笑って。なんでや。けったいなこと言う子やな。 寝られへんのやったら子守歌でもうとたるでううん笑ってくれればそれでいいけったいな子やなほんまほな笑うでうんおおおお。お母さんはそんな上品な笑い方しない。 痛いうちの笑い方は下品や言うんかそんなこと言ってないでも自然に笑ってほしい今の作ってたもんせやなバリバリに作ってたわでも笑え言うてもなかなか笑えんでそうかな私笑える <laughs> あんたは特殊やうんじゃあ楽しいこと思い出して楽しいことかうん楽しいことほらあれやあれあんたが小さい時やこっちに遊びに来てた時に

すぎはあ冗談や冗談笑いすぎやったな <laughs> もう寝るまあおやすみやゆっくり寝やうんおやすみおやすみ ブイ。<V> おはよう空。